入場が5分前でございます。5時になりましたら、花火の合図のともに、入場いたします。それではですね、入場までにですね、ちょっと感動したものですね、依頼についてですね、ちょっとお話をしたいと思います。この加藤さんのですね、感動度、これは、女性でも男性でもありません。まあ、なんでですね、20歳の人です。馬や牛が転ぶんですね。おかしいおかしいって言って、この人が、取っていたんですよ。そしたら、観音様、神道観音様が出てる。そういうお話を聞いて、で、こちらへ来たということです。それで、待った時はこのね、今、この銅板でございますけど、茅の屋根でございました。それからね、茅の屋根から、河原になって、河原から今度は銅板になります。だから大体、私なんか、記憶はないですけど、200年ぐらい経ったんじゃないですかね。で、この慶応寺ですね、私の4代目の人が7歳の時に置いたというね、3代目の人が話を聞いております。で、私の親っていうのは、実際は戦争がなくなって親の顔知らないんです。で、私の、おじいさん、それからいいおじいさん、この人に相談されてね。で、私も、10歳の時にこの三島井の方へ小学校4年生ですか、お世話になったんです。出川はちょっと、年上と笑いますけど、もう80過ぎました。もう70年三島井をお世話になってます。まあね、なんとか元気で丈夫なというか三島井の方へ貢献したと思います。まあ、これからですね、三島井の機械の担当を引き継ぎます。私は大野と申します。よろしくお願いいたします。観音様のね、一番ね、小さい観音様ってどうか分かりますか。一番小さい、大体6センチだそうです。これはですね、私も分かんなかったんですけど、ちょっとですね、東京行って観光バスに行ったら、観光バスのガイドさんからお話をあげまして、浅草の観音様が6センチなんです。これ日本で一番小さいんですよ。でも建物は立派なんですよね。まあ、優秀な方がね、こうして素晴らしい本堂ができた、そういう話をね、しましたね。で、この金沢は、昔は8月の18日、まあ今は年中日だったんですけど、これ、
ると、まあ、あの先代の亡くなった神戸市の2代目の人か、それは分かると思うんですけど、ここで飯山義太郎か、そう思うんですよ、そういう話も結構できるようですね。で、まあ、亡くなった神戸市をね、飯山さんはもういつもばっかりばっかり。で、この芝っていうのはやっぱり頼って、この質問をね、ガーって取ったところで、そういうね、昔の話でございます。はい、それでは入場お願いいたします。王子相撲ですね、コロナで丸3年間ですね、ね、行動ができなかったんですけど、それで、ね、緊急事態ですね、まあ、お行儀ですね、やはり一流のこの中に入って、はい、この中に入って、ちゃんとおっしゃってね、4年間、ノワズ・トワズ、これは資料経験と同じでございます、ノワズ・トワズ、ノワズ・トワズということでね、普通の人からね、丸3年ということで、鼻が言っちゃいますけどね。できないんですよね、こういうスッとしない歩いて見えるんですけど、それじゃスッとして歩いて見えるんですけど、まあ、これがね、ハラハムの2枚ご自身のいいところなんですよね。会長をはじめ、小中高校大学生、約6人ぐらいの方が参加しております。
Thank you.
大変お待ちいただきました。ただのですね、この暑い中、来人の方々がね、いらっしゃいました。はじめにですね、コーラス市長、ラビット様でお会いとどうぞ。挨拶は右に立っております。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。コーラス市長の並木でございます。本日は4年ぶりとなる、姉妹と、某日の体験ということでお声がけいただきましてありがとうございます。また、開催おめでとうございます。4年ぶりということでですね、この後某日があるわけですが、皆さんも体にしっかり染みついていると思いますので、この某日の舞踊を私も非常に楽しみにして今日は参りました。これからもですね、天下太平、ご向上、また地域の発展、これよりご記念申し上げまして、参加でございますが、ご紹介させていただきます。本日は大変おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、衆議院議員の中根和之様、秘書の方、池田さんをお願いいたします。皆さんこんばんは。衆議院議員中根和之事務所に参りました、秘書の池田と申します。すいません、中根本人なんですが、ちょっと公務の関係でご出席できず誠に申し訳ないと思っております。そして、今年はね、本当に4年ぶりで、これがね、体験が再考されますこと、本当に嬉しく感じさせていただきますし、地域の皆様にとって本当にいい時間になるように心から念願をさせていただきたいと思います。皆様方がですね、最後の最後まで無事にお務めいただきますように心から念願いたしまして挨拶といたします。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、県会議員の金子裕太にお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。4月から県議になりました金子裕太でございます。本日本当におめでとうございます。4年ぶり、本当に小さい、若い世代の方からベテラン世代の方までずっと
続けていらっしゃる。これをぜひこれからも続けていっていただきたいと思います。本日最後まで暑いですけれども、皆さん頑張って、ぜひていただければと思います。本日はおめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、お得会の方金子選手から皆様こんにちは。これからこんばんはになるところでございます。私は17年知事の方をやらさせていただきまして、やっと顧問に上がりましたので、あまり出てこなくなったんですけども、本日は最低の曲をしましたけど、誠におめでとうございます。これからも頑張って皆さんと共に一生懸命やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、山本市からですね、この暑い方ですね、CGG の大島先生にご挨拶をいたします。皆さんこんにちは。もう楽しみにしてまいりました。今日これから、幻想的な雰囲気の中で知識代表と、そして、本日、皆さんの日頃 の、 成果を感動したいと思います。本当におめでとうございます。はい、ありがとうございました。そうですね、まだ1回ですね、来賓の方がいらっしゃるんですけど、時間の関係でご紹介だけにさせていただきます。よろしくどうぞお願いいたします。名黒小学校、菊池様。はい、ありがとうございます。名黒小学校、寺島様。はい、こんにちは、ありがとうございます。平岡、博物館長様。はい、ありがとうございます。夏村地区自治会連合会長、相沢様。本日はおめでとうございます。ありがとうございます。福祉協議会マグロ支部長、原志郎様。福祉協議会夏村支部長、時川。おめでとうございます。登戸市の保存会会長、長島恭一様。登戸、はい、の獅子舞保存会です。お兄さん角のマグロに教わってなんとか進んできました。どうぞよろしくお願いします。本日はおめでとうございます。はい、以上でございます。どうもありがとうございました。はい、それでは今度から同日の演技に入ります。皆さん大変お待たせしました。3年ぶりに復帰した同日の演技をですね、皆様方にこれから見せるにあたって、地方固め、この芝を強め洗うということで、去年の親方である井上久夫さんが行いますので、よろしくお願いします。Oh.
と、ウェイク、ウェイク、ウェイク、はい。最初の援護は、一家、京太郎に、言うか。
よ、よ、や、と、や、と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 、やいね、やと、よ、やんね、よ、や、と、や、と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 、やいね、やと、よ、やと、おい、おい。続きまして、牧青岩、黄色に優香、京一郎に墨です。続きまして、青岩、黄色に京一郎。闇神坊直弘に吉弘。小手上げの勝ち取り、直弘に吉弘。
よよよし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 やっとやいやっとやっとおいおい。まきせらんすみれにしろよよっ、どうだっけ、よっ、原稿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 出して、よっ、はい、やっと、やっと、と、と、やいやっと、よっ、やん、よっ、やっと、やっと、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 やいやっとよやっとほいほい。次の題、次の目は自力式米子4人直広に吉広香織に優香やっと
と、やいね、やっと、やっと、よし、はい。かぶと愛の書き回し、直広に八広。校をもって小学校の松原小学校、馬村小学校、南中の生徒の演技を終わります。続いて現状にございます、新田市の胸取り武志に明らー、
Oh!
みたいなのが この部を出せろ。和正に茂る。ちょThank you.
介加世田新介Thank you.
今行っているのは親子でございます。よろしくお願いします。トラバシル加瀬田先生、thank you.
Thank you.
まれて、よきよき話の両日の表しているカノンです。首を振りながら一歩出て一歩下がる関東で見事な両日をよく表しているカノンです。
Thank you.
ちはお年寄りの雰囲気になります。
you
この笛のメリティは、Thank you.
朝以降、高田役員室でする雑誌など、また仲良く成立し、you
当番は、花の中に練習をしました。あと次はですね、これからですね、練習を今足をね、探ったりですね、いろいろ匂い嗅いだりですね、今探しています。チラッチラッと様子を見ながらですね、右へ行ったり左へ行ったりしています。
日はですね、目にしてつけました。これからですね、当館のところですね、喧嘩にいる
日のですね、第2回目のお祈りの場所でございます。Thank you.
you
しないですね。頑張りをしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。